こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい、はい、ありがとうございます。今日も。今日も始まりました。美咲の部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、今日は、うん、髪の毛の量が多い方向けの編み下ろしアレンジをやっていきたいと思います。はい。これは、4ステップです。フォーセップっていうか4工程ですね。はいはいはい、できちゃうので、はい、不器用さんでも簡単にできるんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてください。やったらバランスが難しいでしょ。 それもちゃんとしっかりとできるってことだよな。できます。はい、わかりました。はい、ということで髪の毛の多い皆さん、よかったら参考にしてみてください。お願いします。はい、それでは動画をどうぞ。はい、今日使うのはこちらのヘアオイルとシリコンゴムを2つとバレッタタイプのヘアアクセを使っていきます。こちらです。まずは全体にたっぷりオイルをつけた状態からスタートしていきます。サイドとバックをだいたい耳後ろくらいで分けていきます。サイドの髪の毛を後ろでまとめて、だいたい耳よりも少し下の位置で結んでいきます。その時に下の髪の毛もくっついてきちゃう人はここをダッカールで留めて結ぶとやりやすいですよ。くるりんぱしていきます。毛先を2つに分けてしっかりと絞っていきます。くるりんぱした部分を潰していきます。上の2箇所と下は1箇所で、反対側も上の部分を2箇所と下の部分も少しだけほぐします。全体がだいたい3等分になるように分けていきます。三つ編みを作っていきます。こっち側の髪の毛をこっち側に、こっち側の髪の毛をこっち側に繰り返していきます。こっち側をこっちに、こっち側をこっちに、少しきつめに編んでいきます。だんだん下に行くと編みにくくなってくるので、少し毛束を上に持ち上げながら編んでいくとやりやすいです。私よりもロングの人は前に持ってきてもやりやすいと思います。ある程度編めたら毛先をまとめていきます。結ぶときは前に持ってきて結んでいきます。毛先を少し多めに残して結んだときにお団子にしていきます。三つ編みの部分をほぐしていきます。量が多い人は側面をほぐしてしまうとバランスが悪くなってしまうので、三つ編みの真ん中ら辺をほぐしていきます。下の方から少しずつ上の方にほぐしていきます。最後に真ん中の部分をボリュームを出していきます。
ゴムの部分を少し押さえて上に掴み出すように引き出していきます。バレッタをクルリンパフキンにつけていきます。クルリンパのゴムが隠れたら OK です。このように隙間がなくバランスがよく見えたら完成です。はい、ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。これ4工程言うたけどもう今日多いんちゃう？ありました？いや、なんか撮っててそう思ったんですけど違いますかね。気のせい、気のせいかもしれない。ちょっと目つぶってたら多分4工程も。あ、わかりました。はい、なるほどね。まあ、でも量が多いと、うん、結構バランスが難しいという。まあ、そうやな。NG のやつ見たらこう結構横がボコッとしたりとか、三つ編みのバランスがおかしかったりとかね、はい、隙間が空いたりとかするもんね。なるほどね。はい。それを今日はこのアレンジでやると、方法でやると、うん、すごいバランスも良くて簡単に綺麗にまとまるので。うん、なるほどね、はい、じゃあ髪の毛の量、追い方限定やな、はい、はい、なのでこの夏、はい、おしゃれなアレンジで皆さん夏を楽しんでみてください。はい、あ、僕です。はい、この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。